アローン。はい、ということでどうもルサオでございます。ですね、こちらあのフリームで出てたあのアローンっていうゲームなんですけど、なんかホラーゲームっぽいんですよね。で、なんか脱出系のホラーなのかな。なんかでもすげえ怖くてびっくりしたのがいろいろ評判だったのでやっていこうと思います。はい、ニューゲームからいきます。あー覚えられない。シフト、うん、これね。 F ライト。おい消すな。あ、目を開けて。クオリティ高えな。ちょっと待って。あー重い。大丈夫かこれ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。F ライト。おお、これか。どうなってんだこれ。ちょっと状況確認をさせてくださいね。うん、なるほど。ベッツ。タイマー。ベッツベッツ。で、ドア？ドア開けね。冒険出ちゃうそれ。ああ、閉じ込められたぞいっていうことか。なんかヘッドホンで聞いてると音リアルなんだけど、怖いっていう。開かないんかーい。あ、なんか振り返ったらいるパターンじゃない？振り返ったらいるパターンっしょ。振り返ったらいないんかーい。引き出しとか？あ、なんか踏んだ？踏んだわけではない。あれ？おお、引き出しとかないの？あ、持つ？うお！装備すんな！あ、走れる。でもタイマーだぞ。なんで？なんかないの？鍵とかないの？早く冒険出たいんですけど。拙者、あ？置けって？いや、わかりづれえな。で、開くの？ちょ。なんかやばい。あ、持てるね。あ、花瓶持って、あ、なるほど。右と左同じようにすんのだ。すんのだ。すんのだ。これか？ここか？お、やっとだよ。なんか来そうだね。でも早くも。広。なにこれ。持て。なんで持てねえんだよこれは。なにこれ。あー、なんかいろいろ出ちゃう。ちょっと待って。いい、そういうの。あれ？あ、はい、世界に戻ってまいりました。これ突撃したら開くとかは、開くんかい！ちょっと一瞬ビビった、ほんとに。あ、なに？どれ？どれ？多分、出たら怖いことを言ってくる系だと思うんだけど、どれ？どれ？さっきのところ戻んなきゃいけないの？始まって3分も経ってないんだけど。なんかでもいいですね。
ドロヘドロ好きなんですよ。なんかドロヘドロの、エンさんの廊下みたいでなんかいいですね。どこだ？ちょっと待って。さっき電話なかったっけ？あれ？これ左から来てるってこと？なんか左から聞こえない？開かない。あ、うるせえんだけど。開いたし。キシムシ。あ、もう、サクサクプレイできまーす。おーおー、え？大丈夫？あ！え？生贄の夜的な？なんか、いない？あ、紐だったわ。これセーブは？セーブどこ？怖っ。ん？セーブは？あ、カレンダー出ちゃう。セーブはどこ？階段？階段だよな。キシムシ。え、いまいちゲームわかんないんだけど。まあ、自分がバカだっていうこともあるんでしょうけど。ん？これは登れない。ああ。あなたの話。やめて。クローム、反応しないで。これは違う。こっちは？開く？なんで開かないんだよ、ほら。なんで開かないんだよ。全然開かねえじゃん。電話は何だったの？よくわかんないんですけど。これは開かないっすね。ああ、バグっちゃった。開かないっすね。これはなんかきしんでんだよな、さっきから。何のきしみなんだろう。ドア？何これ。あ、排水口だったわ。全然わかんねえな。何これ。雰囲気ゲー？まさかの？あ、閉じれんの？ここだけ。このラジオは持てないの？方になれると、より正しく理解することができます。どうした？お手伝いをする許可をいただく必要があります。いや、いいよ、別に。え？全然わかんねえな。おいおいおい、楽しませてくれんじゃん。これなんかあるでしょ。ねえじゃん。え？普通に閉じ込められただけ？奥は？あ？あ、違う、これは俺の光だ。あれ？おーい！次のニュースです。連日報道されている強盗殺人事件ですが、被害者の家で謎の絵画が発見されました。絵画は無名の画家のもので、家主が不正に取引をして手に入れたもののようです。また現場には一切加害者の手がかりがないことから、近隣住民からは画家の呪いではないかという噂も広まっているとのことです。うん、で F？ はい。あ、何？絵は？姉ちゃん。あ、なるほど。こっからストーリーが始まってくってわけか。開けるぜ。わあ、びっくりした。サクサクパンダでいくぜ。よし。どこだ、どこだ。扉あったべ。これ開くんじゃね？おいとし。やっぴー。こんにちはーす。何これ。鳥？鳥？鳥だね。あ、なんかヒントは？皿？そんなことない。いや、バカだからさ、基本的に。何していいかよくわかんねえんだよね。ここは？ねえの？
こんちゃーす、戻ってきました。わかんないな。シフトダッシュだっけ。あ、いやいやいや、あ、 QR コード、あ、違う、絶対違う、これ元がだったわ。これはあれ、さっき、あ、開く？開くんじゃない？開かないんかーい。まだ音でしかビビらせてもらってないんですけど。拙者。拙者まだ音でしかビビらせてもらってねえんすけど。あれは？あっこは？あこちゃんは？どこ？ここだっけ？持てないの？なんか。これ何？グラスか。わかんない。何これ。これは取れないの。ギシギシうるせえよ。よし、ヒントないの。ヒント、これはバッテリーじゃない。ただいま。これは何？お父さんの仕事をようやく知ることができた。1階で孤児院を用いてるみたい。隠すことじゃないのに。あ、これ物語動く？どこ？何も起きねえから何も実況できねえじゃん。わかんない。